立憲民主党、令和新選組と共闘へ。立憲民主党の枝野さんと令和新選組の山本さんが30日に会談し、共闘して消費税を5%に減税するなどと主張してしまいました。まあこういった主張自体は自由ではございますが、そもそも消費増税を決定したのは悪夢の民主党政権であり、まあさらに言えば、 東日本大震災の復興を名目に所得税も増税しておりましたけどもまあそういった増税の決定について悪夢の民主党政権がまあ行ったという事実がございますがまあ今のところそういった悪夢の民主党政権において増税が行われたことをですね問題するような発言は主張は 立憲民主党側から出ていないという事実があり、ま、なぜか自民党政権が、今の政府が立憲民主党などのおかしな野党によって批判されてしまっておりますけども、まあ、こういった消費減税などを悪夢の民主党政権において決定された政策を撤回するのであれば、まず悪夢の民主党政権における 決定は間違っていたと、しっかりとご自身たちの責任を認めてから、何らかの主張を行われるのが、まあ、筋だと思われますので、ぜ、ま、ひ、あ、とも立憲民主党などの皆様には、まあ、こういった政党との共闘によって、まあ、どんどん先鋭化しているように見えてしまいますけれども、まずは国民の皆様に悪夢の民主党政権について、まあ、しっかりと間違っていたと、 失敗だったと認めていただいて、まあ、そういった失敗を帳消しにするためにもまあ、こういった政策を実現したいんだと。しっかりと訴えていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。